日立鹿、峰動物園は、茨城県日立市の日立鹿、峰公園内にある市営の動物園。園内からは、太平洋を一望できる。象者の柵には、象が花を伸ばせるよう感覚を広げてあるところがあり、餌やり体験を行っている。うさぎやモルモットに触れることができる子供動物園がある。ペンギン社は、池の水面を、目線の高さにすることで間近にペンギンが泳ぐところを、 見られるよう工夫している。近年はタワーの間に木材やロープの橋を渡したチンパンジー車やサル車を新築。サルメの行動展示に力を入れている。約70種、500頭、引き、羽程度。主なものは次の通り。カミネ動物園の運営を応援する地域住民のボランティアグループ。名称は飼育されているインドゾウの名前、ミネコから。 動物園グッズの製造販売、園内環境整備、イベントのサポーターなどを行っている。また応援歌、動物園に合合を作り、園内で放送している。旭川市旭山動物園の再起、脚光を描いた映像作品において改善される前のシーンの撮影の多くは、神根動物園で行われている。また、ドキュメンタリー番組、 素敵な宇宙船地球号では神根動物園自身の改善の様子を3回シリーズで放送した。バラエティ番組、天才、志村動物園では母親用から育児拒否されたチンパンジーゴーちゃんを人工飼育している様子をシリーズで放送している。ゴーは同番組で活躍しているチンパンジーのパンくんの妹であり、パンの娘のプリンの場にあたる。2011年。 ありがとうございます。